項ですけれども、平成30年千葉市政重大ニュース。1位が千葉市主導喫煙の防止に関する条例議会で前回提出ですということで、特典にありますとおり、市政記者の皆様方も、市の施行部ですね、多くが1位としてこれを選んだということで、大変今年の中では一つ象徴的な出来事だったのかなと、そういうふうに思います。で、2位がJR 千葉駅ビル、フェリエ千葉の全面開業ということで、一昨年に駅舎が開業して、そして昨年にオープンして、今年でグランドオープンという形で、千葉駅周辺の大きな動きの中でですね、一つ大きな節目としての出来事だったかなというふうに思います。第3位が小中学校の普通教室や本堂に向けた取り組みの推進ということで、私は全国的に大変災害が多い年になりましたけれども、猛暑というのも災害級の暑さというのが今年の特徴だったなというふうに思います。そうした中で、全普通教室にエアコンの導入を決めたという意味ではですね、大変今年は大きな決定があったかというふうに思います。で、第4位ですけれども、建設工事の入札に関する予定価格等の漏洩で新職員が逮捕されました。この件は大変重い、そうした不祥事であったというふうに認識をしておりますし、これを受けてコンプライアンス委員会などを設置をして、入札制度の見直しを含めた再発防止策を取ることができましたので、そういう意味でも我々にとっては大変大きな出来事だと思います。今年は年末にかけても大変不祥事が多く、市民の皆さんの信頼を失墜する、そうしたことが多かったというふうに思っていますので、一つ一つですね、その背景にあるものをしっかりと見極めてですね、対策を打っていくことで市民の信頼を取り戻していきたいと思います。同じく第4位、魔界新都心拡大地区新駅設置に関する基本協定書の締結ということで、これも幕張新都心が次のステージを迎えつつある中でですね、以前から構想としてあった新駅について、合意が関係者に取れて基本協定書を締結したという、これもですね、大変、千葉のマジックにとっては大変大きな出来事だったかなというふうに思います。第6位は千葉市パートナーシップ宣誓の取り扱いに関する要望箇所の考え方の公表および市民意見募集で、これ施行はほとんどはですね、来年から制度がスタートするので、来年に、これが来るのかなという思いであえて点を入れてないケースが多かったんですけれども、聞くところによると、市政記者の皆様方が非常に、重視をされていたのかなというふうに、聞いております。私たちもそういう意味ではですね、2020年の東京オリンピック・パラリンピックも見据えながらですね、できる限り多様なそうしたあり方を千葉市として認めていきたいという考え方の中でですね、こうした要項を釣らせていただくこととなりましたので、そういった意味では、受動規制の防止条例と並んでですね、来年、ある程度の期間検討した上で、スタートする、そういう政策かなというふうに思います。来年という意味でこれが 私とすると一つ、投票するのかなというふうに思います。第7位が上下水道料金の徴収一元化ということで、これも大変長く関係自治体、県と協議をした上で、今年ようやく実現をした大きな出来事だというふうに思っています。関係の調整をした上でできた政策だと思っていまして、大変重要な政策だというふうに思っています。第8位がブロック塀等緊急調査の安全点検の実施ということで、これもエアコンと並んで今年の災害に関係して、今まで課題として存在してきたこのブロック塀についてですね、緊急対応をすることとなりましたので、これは民間の皆様方の補助制度も新設をしておりますので、できる限り多くの方にこの制度を活用していただいて、千葉市広い範囲でですね、安全が確保できるように努めたいと思います。9位が同率で、千葉市シェアサイクル実証実験の開始ということで、これも、以前のこのシェアサイクルの失敗を教訓として、
もう一度挑戦をしたもので、現時点では大変利用が好調な状況になっておりますので、これも幕張新都心の以前から存在していた課題を解決し、千葉市全域でですね、最終的には広げていけるような取り組みにしたいと思います。それから自動運転行動実証実験の実施ということで、効果戦略特区としてですね、この自動運転、そしてまたドローン、さまざまな実証実験を重ねておりますので、この実証実験をしっかり花開くようにですね、取り組みをしていきたいなというふうに考えております。発表事項は以上ですけれども、私からはお知らせが2点あります。1点目は自転車保険等への加入及び自転車安全利用の促進等に関する情報についてです。昨年7月に千葉市自転車を活用したまちづくり条例が施行しておりますけれども、自転車保険などへの加入を努力義務としております。本市の自転車保険等への加入率は5割程度にとどまっておりまして、加入促進のためには自転車保険等に関する市民の意識を向上させていく必要があります。このため本日、損害保険会社等6社と、自転車保険等への加入及び自転車安全利用の促進等に関する協議を締結し、自転車保険等の情報提供や保険加入の相談窓口の確保などにおいて連携することで、自転車保険等への加入を促進しようとするものであります。この本協定に基づく取り組みの第1弾として、来年の1月15日に JR 千葉駅周辺で自転車保険等加入促進キャンペーンを実施するほか、本交通安全教育等の分野においても協力することで、安全、快適に自転車を活用できる環境づくりに取り組んでいます。2点目は千葉リアフリーアートプロジェクト千葉フリーの開催についてであります。東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会に向けた文化芸術の取り組みである千葉リアフリーアートプロジェクト千葉フリーを東京2020公認文化オリンピアードとして開催をいたします。オリンピック・パラリンピックは文化プログラムの大変重要な位置づけとなっておりますけれども、今回で3回目の開催でありまして、イオンモール幕張新都心の会場に地元の大学、さまざまな団体と連携をして、ステージイベントとして障害者と健常者が共に出演するファッションショーであったり、車椅子ダンサーなどによるパフォーマンス、手話のパフォーマンス、ボーチャの競技障害などを行うほか、今年度新たに市内の福祉施設で制作されたアート作品の展示、音楽ライブを行います。新たに行われるアート展示では、市内の福祉施設、丸い広場で制作された絵画や、織物などの作品展示を行います。またアート展示の会場内において音楽ライブも行います。イベント名の千葉フリーですけれども、障害者健常者の区別なく多様な人たちがみんなで一緒に行う文化芸術活動を応援する千葉市発信のバリアフリーな取り組みという意味を込めて、千葉フリーというふうに名付けておりますので、ぜひ東京2020大会とうまく絡めながらですね、こうした文化的な取り組みを広げ、私からです。はい、それでは幹部社からご質問の方をお願いしたいと思います。はじめに東京新聞さんからお願いします。東京新聞の黒山です。市政重大ニュースに関してなんですが、はい、全体として市長としてこの任務の結果の受け止めと、千葉市としてこの1年の振り返りをお伺いします。そうですね、そういう意味では実施計画にかなりある種近いのかなというふうに思ってまして、それはどういうことかというと、今年決めたことっていうのが大変重たい意思決定が多いんです。ただ市民にはまだ実感として伴うものはないわけですけれども、非常にスタートしたものが多いと思います。でそれは多くが2020年もしくは2020年度頃に焦点として、当てられているものが多くてですね、そういう意味では僕ら実施計画というのは2018、19、20年度の3カ年計画になっているんですけども、その一番初年度としても非常にふさわしい年だったのかなというふうに思います。そういう意味では非常に大きい意思決定をいくつもして、それがしっかりと2020年だったりその先に成果として出るようにしていかなきゃいけない。まあ、将来的に振り返ったときに、ここで大体2018年に決めたんだなということはですね、振り返りとして出てくる、そういう1年だったかなというふうに、振り返っています。ちなみにこの
順位としては市長としては予想通り、いや予想も予想してた、例えばそう先ほど申し上げたパートナーシップなんかは来年に対象かなというような思いでありましたので、まあ、これが入っていたりとかするかなというふうに思っています。まあ、私の個人的に入れて重大ニュースに漏れたやつだとですね、例えばヨハスの開催なんかは、まあ、女性かは多分、まあ、まだもちろんわからないんですけども、まあ、千葉市のある種あの季節の定番のイベントの一つになる可能性が高いので、まあ、そういう意味ではそれが今年から始まったという意味では、まあ、一つ、振り返ると、まあ、刻んでおくべきものかなって思うんですが、ね、でも大体が妥当なものがほとんどだと思ってます。そう、来年は市としてはこれに取り組みたいと思っていること、いろいろ来年度予算に盛り込む予定のこととかあれば。はい、2018年がどちらかというとその決めたり決定したり始まるものが多くて、で2020年に大体完成するものが多いんですけども、それで2019年というのはどちらかというと本当に備えるような、こう準備する備えるような、そういう1年になるというふうに思いますので、この2018年もしくはその前に決めたようなものがちゃんと花開くように本当に備えていく、だからある種ニュース的には地味かもしれないんですけれども、市民の皆さん方からするとちょっと変化として感じ始めるんじゃないかと思います。2018年はすごく重い決定して、市政ニュース的にはすごく重いんですが、時間も足りないと。2019年ぐらいになると、なんとなく街に変化が出たり、またルール的にも始まる感じがだんだん出てきて、時間としては出てくるのかもしれない。僕ら行政的には備える形になります。あとは、私の考え方をすると、その備えるという意味では、子育てとか高齢者系だとかそういう福祉分野においてはより一層その2025年問題などを見据えた備えをしっかりしておくという意味で、新年度予算においてはそういうつもりで予算編成を図っていきたいなというふうに思っております。毎日新聞の斉藤です。1年どうもありがとうございました。重大ニュースで市長の1位の予想はどれだったんでしょう。1位の予想はこの1位の中道ですね。多分もうこれになるんだろうなっていう話の中で、今年はだからすごくもう1位が突出した形で珍しい年だと思います。じゃあ予想通り、予想通り、うん、ました。ありがとうございます。ちょっとですね、話がガラッと変わってしまうんですけど、うん、幹事として決めたらどうかっていうのがあるんですが、はい、何回か前からの、社会展でも出てました改正認可の番組で大学時代、はい、まあ、今後増えていくようになるとで、25日にはですね、受け入れ人材の経営と総合的対応機が決定されて、で、まあ、ちょっとその関係で私が個人的にいろいろ取材しているというのがあるんですけど、市町村に委ねられているのは結構あるな、そうですね、はい、でまあ、予算もつくんだろうなと思うんですけど、対応策の中で市長としてここはまあ国がこうお金の準備を使って本気を決めるのであれば準備になるんじゃない、あるいはこれではまだ不十分なんじゃないって思ってらっしゃると思います。そうですね、その千葉市を含めて、まあ、首都圏であったりだとか、もしくはその浜松であったりだとか、比較的外国人の方々が多く住んでいる、そういう自治体はすでにさまざまな取り組みを、その教育面だけではなくてですね、生活面をしてきていますので、まあ、我々がやっぱり注視しているのは、まあ、国が既存の今までの自治体の取り組みに対して、まあ、どれだけこう柔軟な支援制度を構築をされるのかというのを私は注目しております。で、当然ながらその支援策を見ますが、国の支援策の遺憾に関わらず、我々は今回の法律の、伴ってしっかりとした受け入れ体制を私たちは市民として受け入れられる体制作りを今まで以上にしっかりしていく。なので当然僕らも指定都市市長会議などを通してきちんとした方針と、そして充実した支援策というふうに求めていましたので、まあ、それがどういう形で決まっていくのかというのを見ていきます。非常に個人的には、ここしばらくですね、美浜区内の外国人の方が集中して住んでいらっしゃる地域をちょっと取材してまして、はいはい、どうも、まあ、地
元の方の間では理解が相互理解、まあ、そこまで進んでいるのかなというふうに思い出して、まあそこと一致するのかどうかというのがあると思うんですけど、市のアンケート1万人アンケートちょっと前ですけど、前回調査において相互理解が進んでいないと答えた割合が増えているかというアンケート結果もあると思うんですが、一方で市は普通やこういう意味も、出してはおられていて、正直その2回目としてみて、進めまでいかないんだろうなというのが印象なんですけど、そこに、まあ、予算がついたときって、みんなやるからといって、はい、うまくできるものなのか、なるほどなんです。やっぱそうですね、難しいのは、この社会の中で、その外国日本社会の方に溶け込んでいくと、でその中で支援をしながら溶け込んでいくと、そういうことに関しては当然ながら、まあいろいろな経緯はあれど日本社会というのは当然受け入れていくというふうに思いますけれども、美山のある地域のようにもはやマジョリティに近いような世界までなってくると、これもうその統合社会統合の話というよりも、まあ、一つのもうエリアが誕生しているケースになりますので、まあ、こうしたケースになってくるとですね、当然ながら現地に住んでいる日本の方々からするとですね、さすがに、普段生活をしていく中で違和感を覚えることというのは、まあ、多々あるんだというふうに思うんですね。だからその宮間区のあの地域のようなそうした特殊な、まあ、エリアを我々としてどう向き合っていくのかという問題と、千葉市域全体で、まあ、広く一定割合で外国人の方がいらっしゃってしっかりと統合していくというのはちょっと二段別のこの政策軸として考えていく必要があるんじゃないかなというふうに思います。もうパーセンテージがちょっとすごいことになってきています。それぞれ例えばどんな取り組みが必要ですか。僕らもその今までも取り組みをしてきておりますけれども、まあ、国の支援が果たされればですね、よりその人的なリソースをそこに多く投入することができますので、まあ、そこの部分で我々としては一定の対応ができるんじゃないかなというふうに思います。分かりました。ありがとうございます。なかなかよその市長さんと話しても、あの美浜区の地域というのは突出した居住状況というのはあまり一般的ではないので、ちょっとそういうところで情報を差し上げていけないかな。はい、じゃあありがとうございます。他にもご質問はいかがでしょうか。一番こう波動です。重大ニュースの1位になった自分支援募集例についてなんですけれども、2019年は20年。準備をしていくとおっしゃってたんですが、はい、2019年の取り組みについて、まあ、周知啓発だとかあと専門部署の対策なんかもお話が出てきているんですけれども、どういうことから取り組まれていくのかという流れ的なものがあれば、はいはい、まずやっぱりその飲食店も含めた事業者の方々に理解をしていただかなければいけないと思います。どうしてもその改正健康増進法の内容と千葉市の上乗せの条例についてこれ十分に理解をしていただいて、このケースはどうなんだみたいな個別のさまざまなやり取りが十分に想定されるというふうに思いますし、また千葉市が用意した支援、用意する支援策ですとか、もしくはすでに国で用意されている支援策ですとか、そういうものもしっかり活用していただきながら2020年の全面施行に向けての準備をしていただくことになりますので、かなりきめ細かくですね、ここの事業者の方々とのやり取りに、まあ、エネルギーを割いていくということになると思います。で2020年になってくると今度は、まあ、守っていただかないところに対してどういう取り組みをしていくのかというところがまたエネルギーとして2019年来年はとにかくこの内容を理解し対応していただくための丁寧な説明や意見交換回答、まあ、こういうことをしっかりやって、市側の体制作り的なところはもう少し後の方になるとは言いながら、その4月からは当然ながらそれなりの組織体制で臨んでいかなければいけないと思います。その
メディアの方々がイメージするのは、なんかこうちょっとこう外でこう取締り的にそのフィールドワークするような、それは多分2020年からだと思いますけれども、その政策をさまざまやっていく上では、当然ながらこの内部にそれなりの組織が必要な段階に入ってきますので、それは新年度からおそらくやっていくことになります。まあ、どこまでね、華々しくやるかは別として、まあ、それなりのその組織体制というのは必要だというふうに現時点で認識しています。これからちょっと組織改正という中で最終決定していきたいと思います。ありがとうございます。あとの、意見なんですけれども、仕事を進め式を、はい、まあ、あの去年からやめるという話なんですが、はい、その狙いの部分について、はい、ちょっと塩野から改めて。はい、こうあの仕事を納め式と仕事始め式というのは、まあ、あの実質的には続けて行われるような状況というのは、まあまりどちらかで十分だろうということと、仕事納め式のためにですね、年末の休暇を取れないということがあるのであればですね、それは本末転倒だというふうに思いますので、私もあの局部長会議なので、やっぱりトップが率先して、もう早めに休みを取ろうという話をしておりますので、そういう意味では、この仕事納め式というのをですね、なくしていくというのは、時代の流れかなと、そういうふうに思っています。まあ、以前もあの昔、幸せシフトみたいなものをやったように、とにかく休める機会に休むというのは大変大事なことだと思いますので、これからも積極的にですね、必要なものは当然残していきますけれども、時代とともに見直せるものは見直しをしていきたい。ちなみに市長は明日の休憩は？休みです。私の場合は何かいろんなことがあるかなと思ってですね、28日休むかどうかっていうのは比較的直近まで決めてませんでしたけども、今の状況であればです、ね、私も率先して明日の休みの午前中を納めさせていただきたいというふうに思います。ちょっと下もですね。ありがとうございます。他にはご質問いかがでしょうか。今 の, 2点とも関連なんですけど、禁煙、受動規制の防止の関係で、はい、イメージとしては蚊です。またいい質問してきますね。蚊は早いんじゃないかなと思うんですよね。もうほとんど答えですけど。受動喫煙防止推進室設置で。まあでも室暮らすは必要じゃないかなと思います。ありがとうございます。あともう一つがこの雑談みたいな質問なんですけど、年末年始の休みの話でカレンダー上は月火選んだ理由、当然それもですね、総務には話をしています。4日もどうするべきだったかということも含めて次の課題だねということで、ちょっとルールを考えなきゃいけないなというふうに思うんですね。だからそれもおっしゃった通り、まあ、どっちもやらないというのも一つの手だと思いますけども、まあ、やっぱり節目としてやった方がいいというのがあるので、その場合おっしゃったように年末と年始どっちが有意義かで選んでいくというやり方もいいと思います。でまあ、これはちょっと宿題として来年でしっかり考えて、来年の年末年始にはですね、毎度毎度ではなく、また若干ルール的なものが作っていけるといいなと思います。これでも結構はこの千葉市の仕事納めを辞めるっていうのをニュースで皆様方のところで発信していただいたおかげで、結構何人かの首長からあれ見てうちも辞めたよっていう方が結構いて、まあ千葉市が辞めると、まあ、それなりに影響はあるんだなということで、報道していただいてありがたかったなというふうに思っています。他にもご質問いかがでしょうか。はい、朝日さん。すみません、朝日新聞の熊井さん、1年間どうもありがとうございました。すみません、年末また不祥事が続いたんですけれども、はい、これ2月に事件があって、はい、コンプライアンス体制を整えたはずのところで、はい、なんでこれがまた連発してしまうのかということと、その、はい、お考えと、あと、
さらに打つ手をどうするかというのをちょっと聞かせていただければと思います。そうですね、まずその2月の案件っていうのは、私が一番これ大事にしたのは、やっぱりそのシステマティックな部分でちゃんと見直そうと。その入札に関しては常に一番不祥事の温床になるのと、一番それは多くの市民や事業者に対しても不公正なことになりますから、これはちょっと別件だと思ってます。でこれ入札に関しては制度としてそういう不正が起きにくい、そうしたシステムとして直していくということで、これは一定の私は成果として、再発防止策ができたというふうに思っています。でその後特にこの直近起きているものというのは、また全く入札とは違う内容、もしくは、まあ、若干プライベートな職務外の時間における問題ですけれども、まずその生活保護費の問題のようなものというのは、あれはやっぱりオペレーションに問題があったと思いますので、まあ、入札の問題不祥事と同じように仕事の仕方を変えていかなければいけないと思ってますので、これは個人の その資質の問題はもとより、やはりその生活保護行政というものをいかにその個人にが全て決めるものではなくて、まあ、分業化も含めてシステムでしっかりやっていこうということで、今生活保護業務の、業務の仕方というのをしっかりと検証して再発防止策をやっていこうということです。それからその個人の話に関しては、これはもう僕は公務員倫理の話と、それからやっぱり自分自身 の、 やっぱりこうその家族も人生もかかっているわけですから、特に公務員は民間と比べて極めて厳しい、そうしたものを犯した場合 の、 その制裁は厳しいですから、そのことをやっぱりしっかり公務員の一人一人に理解をしてもらって、対市民に対するその信頼はもとより、自分と自分の家族のためにもやっぱりしっかりとした行動を取ることが必要だということです。改めて、しっかり周知徹底したいと思います。ということで、年末年始の機会が多いから気をつけるんだよと言ってこれでございますので、ちょっと前局長にはちゃんと伝わる言い方で伝えましょう、放棄保持だけでは厳しいよと私は言ってます。あとはその消防局に関しては、私はそのいわゆるその性に関する不祥事が続いているところは非常に重要だと、問題だというふうに思って、場合によってはその組織風土にその根本的な要因がないかということを改めてしっかりと考えてもらいたいということは消防局長には注意をしておりますので、まあ、この点についてはですね、消防局の中でですね、徹底したですね組織風土の見直しというのが行われるというふうに期待をしています。他のご質問はいかがでしょうか。朝日さんとも被るんですが、先ほど今おっしゃっていただいたのは、25日に部長級を集めて、緊急会議を開いたかと思うんですけども、大体この時でもこのような今のような話をされる。少し他に何か伝えられたことってありますか。25日の緊急会議、あるいはその消防庁にも、はい、直接注意されたかと思うんですけども、はい、他に何か付け加えられたことって。これ言ったことがほとんどです、ね、もう少し一個一個掘り下げておりますけど、基本はもう、先ほど朝日さんに申し上げたことと同じです。ちょっとそれガラッと変わるんですが、市長ツイッターの方でも触れられているんですが、天皇陛下が、はい、来春にはもう会ということで、はい、千葉国体ですとか OX エンジニアリングの方 で、ね、受賞されたかと思うんですけど、はい、なんか思い出に残っていることありますとか、エピソード的なものって何かありますでしょうか。はい、本当に私はおかげさまでですね、千葉国体とそして障害者スポーツ大会の関係等ですね、大変こう両陛下と交流する機会を持たせていただきましたので、大変こう感謝をしております。そうした中でですね、両陛下とお食事やもしくはお茶をいただきながら意見交換をさせていただいた、そうした時に覚えていますので、まず一つは千葉に対してですね、まだお子様が小さい頃に、家族で南房総を旅行した時のお話をですね、非常に懐かしそうにお話をいただいたのが大変印象的でして、まだシーワールドができる前でしたかね、花が大変綺麗で、灯台がとか、いろんなお話をいただきました。もう一つはその関係で宿泊共生園に視察をいただいたときにですね、本当に入居者お一人お一人、椅子に座られているわけですけれども、わざわざ
を中腰されてですね、お一人お一人に対して長時間お話をされていて、これはあの私のように比較的若い人間でもですね、その入居者全ての方に同じことをすると、まあ、当然ながら相当監視に来る状況の中でですね、あの本当に一人一人に真摯にお話をされている姿は、ね、本当に私も含めてその場に合わせた、まあ、全ての人間に対して強烈な印象として残っているのではないかなと、そういうふうに思っております。まあ、改めてですね、その象徴天皇としてのですね、行動というのを、まあ、つぶさに見させていただいて、まあ、心からそういう意味では敬意を表しておりますので、この平成の時代が終わるというのは大変寂しく思っております。今日からしますと平成というのは多分学生時代に含まれて、はい、で社会人になられて市議会になって市長になってという時代だと思うんですけど、今からまあ30年平成という時代を振り返って、市長どう今考えをしてますでしょうか。そうですね、やっぱり平成という時代をやっぱり振り返、まあ、まだ終わってませんが振り返るとするとですね、やっぱり日本社会のさまざまなその変化があった時代かなというふうに思っています。その中小氷河期のね、あのロストジェネレーションみたいな言葉もありましたし、まあ、その右肩上がりの時代からですね、右肩上がりではない時代、そして老いていく日本、そしてまた国際情勢での存在感の低下を含めた、まあ、日本社会が向き合わなければいけない課題がたくさんあったかというふうに思います。でそんな時代で私なんかは育ってきていますけれども、非常に感じるのはよくですね、千葉市も例えば昔は人口100万人を目指すということで、まあ、今でも僕らもそれは諦めてはいませんけれども、そういうのがあったわけですよね。で、全ての政策をそこに集中してきた。で、私が就任した頃はまだです、ね、議会もそれから市民の皆様方もいつ100万人になるのか、100万人するのが市長の仕事だろうと、まだあの時代でも言っていた年配の方々を中心にいらっしゃったわけですね。それで私のような平成で平成で生まれてはいませんが、まあ、平成をしっかり生きてきた人間からするとですね、右肩上がりでなくても私十分明るい社会っていうのは存在するっていうことなんですね。昔小泉進次郎さんとか話をした時に、僕らはほっとくと右肩下がりの未来図が突きつけられてる。でもこの僕らの努力によってこれが右肩下がりでなくなったとすれば、この上振れた分が幸せとして僕らは実感できると。右肩上がりに生きてきた人からすると横ばいっていうのはなんだか右肩上がりが下がっているように見えて、なんかこうつまんないというふうに思うかもしれないけど、僕らはもう右肩下がりからどれだけ上振れできるかっていう、これが僕らのやりがいだし、それに希望を感じるのが我々だっていうのをよく世代論として話をしたことがありますけれども、まあ、そういう意味ではその平成のこの価値観が次の時代でですね、解決として出ていくことが私たちには課せられているのかなというふうに思っています。ありがとうございます。他にも質問が実にしまった。事実新時期です。すみません、ざっくりした質問で申し訳ないんですけれども、21日に閣議決定された国の方の新年度予算について、はい、市長として何か、感想であったり、注目しているポイントがあったら教えてください。ですね、まず新年度予算についてはそれぞれの分野をやっぱしっかりとまだ見極めている段階ですので、私からですね、これに注目しているっていうのは言うほどではないですが、一番気にしているのはやっぱり消費税制の増税と、それに関わるさまざまな対応だというふうに思っております。今見ている感じですと、基礎自治体として何か直接タッチするのがそれほど多くはないように思えますけれども、市民の皆様方にとっては大変影響の多い、政策、生活に影響が出ることでありますので、それらをどういうふうに具体的な内容と時間軸でおやりになるのかは、私もしっかり見ていかなければいけないなというふうに思っています。他にご質問はいかがでしょうか。ご質問ありませんでしょうか。よろしいですか。それではご質問内容ですので以上をもちまして、国民記者会見を終了させていただきます。どうもお疲れ様でした。